やばい、これいく、やばい、勝った、やばい、やばい、嘘だろ、マジあれ今日なんか、あれなんか今日はやりに来てない？シェンジさん、シンジさん、シンジって3までついてんの？おお大丈夫、後乗りじゃないからね。来ましたね、後乗りじゃないから、いいな、いいな、こんなん一生忘れられへんやん。さあこの一戦がスタートする。うわ、ゴリゴリくるね。まあボドカさんとしては風をマジで溜めまくる。3個溜まった、いっちゃおう。はい、バーンと、あ、最強。はい、どんどんいけ。はいはいはい、はい、もう一回。あー、インパクトが投げでここ突きたい。そうそうそう、えらい。ここでバックステップはマジで寒い行動です。これ全然いい、バーンと中下がっていいんだから。うわ、ここで飛ぶ。バーンよーし、インパクト見たいね。返せそうだけど、要所で返していきたいけど。おいしい。はいはい、これはしゃあない。うわ、いい垂直。そうね、このインパクト見たいね。バーンアウトはマジで惜しい。きた、勝った。おお、昨日より前のめりじゃないね、動きが。ボドカさんのこの完全に詰ませる動き、相手をゆっくり戦って。ダメシに追い込まれたのはボドカ。インパクト、うわー、さあ白銀の獅子が舞う。ストライドインパクト、美味しいよこれ。うわー、百獣の王がついに決まるか。まぶいて、なんかめっちゃ固まるな今日。風ためられる前に詰めろっていう動きになったね。この多分風ため、風ための割り込みで SA かくると思うけどな。いや、ボドカさんが仕上がってる、ボドカさんが仕上がってる、うまいですね、ボドカさんが仕上がってる。削り圏内見えている。ただここで、うわー、下がんだよね、そこで。ボドカさんは下がんだよ、ここで。周りに淀みがないですね。そのボタンさんがもう そうどんどん行きたい。ガードしてるボドカか、それとも耐えるか。お互いバウンしましたね。呼んでいる、上、うおお、アウト。いや、これ投げ、うわー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 、よく避けましたね、今の。えらいね、飛んだの。あれね、リリーの SA3 は見てから飛べるからね。うわー、これ惜しいですね。今日はシスコボが少し遅かったか。怖いね、ボドカさんもこれ打ちづらいよ、コマ投げ。いや、もうやばい。しっかりジャンプで避けますね、コンドルウィンドウ。やばい、押し付け、ボドカさん。おー、どうだ、ボドカ。うわー、ここでマジか。今のは俺も食らうわ。やばい、ボッタンさんの勢いが。上落としたいね、ボドカさん。この状況でもしっかり風を見つためる。今日下がりましたもんね。おいしい、うまい。戦略性が非常に長けてますね。うまい、あと1回。おいー、さあ一発目からフルセット。使え、よし、いきなりレイジング台風。えらい、ちゃんと使えるのすげえな、マジで。まずこの半分ゲットからスタート、これ大きいですね。いやでも、えっ、こちらどうだ、やばい、やばい、SA ちゃん残している。ガリス、パリ、惜しい、惜しい、使っている。難しいか。いや全然死ぬな。インパクト見よう、ボドカさん。インパクト、インパクト見よう、インパクト見よう。絶対どっかで降ってくる、インパクト。マジでインパクト見てくれ。冷静に風を溜めて、インパクト絶対降ってくる。さあこの3ピッツ溜めた状態がリリー最強の状態です。それでいた、上飛んでる、ヒットしている。うお、マリーだけ止める。さらに呼んでいる。あー、ジャンプ動画確定、反撃すぎる。まだ残るか。おお、いいパリー、勝利したのはボドカ。いいパリーだ。最後のボタン選手嬉しそう、めっちゃ嬉しそう、めっちゃ嬉しそう、嬉しい、なんか俺も嬉しい。頑張れ。
いやでもギアさんに勝ってほしいマジで。うえうわお、これは最先のいいスタートです、ね、これはいいね。うわ流れ止めた。うわこれね中継さっきの空中からの技当てると着地した時になんかねめっちゃね残機のいいんだよね。駒投げチャンスなんだよねあれ、ガードさせて。あいいやでも加瀬さんもだいぶギアが上がってます。でもこのリニアにうおなんか楽いけど、しかも入れ替えコンボガードしてると思うこれ。うわギアさんこのバーンアウトやばいよ。えマジマジ大丈夫大丈夫、もう打ちまくってもいい、削れるからね。はいマジかマジか、極まっとるなこれ。あ球おめえになったね。そうほら今のもパリ打ってたでしょ、あれ投げで取れるから球打ってドライブ出して投げて一旦ダウン取りたいね。うわいや一回マジで投げないと球も多分無理な気がするわこれ。一旦当たる、えらい。そうああいうところで通常投げ入れたいね、打撃以外の。いや大丈夫、ドライブ出しドライブ出し、当たってんじゃない。うわやべえやべえ、つえギアさん、おめっちゃ喜んでる嬉しい、なんか俺めっちゃ俺なんかめっちゃ嬉しい。いやここなここマジ勝ちてえよな、多分お互いお互いマジで勝ちてえだろうなこれクソコラすぎるだろかっこいいかっこいい。始まりました。さあ因縁の対決、さあまあこれはまあホンダ側が多分ガン対策されてるんで、ホンダ側がどういう風に落とすかだね、陥落するかだね。はいこれも対策です。でこれも対策なんだよね、このゲージ使った、ゲージ使ったドスコイが投げを食らっちゃうんで、スクトゥムの投げ食らっちゃうんだよね。おいしい。はいコパドン、うわいい対策、もう人読みかなこれに関しては。これに関してはもう多分人読みな気がする。これも人読みやね、これもう、マジ人読みやね。これガードです、これ詐欺飛びなんですよね、安全飛びなんですよね。あれこれもうホンダ側マジきついよこれ。いやおぼさんこれねドライブダッシュだよ、絶対絶対ドライブダッシュだよおぼさん。頭突きじゃもう絶対無理、ドライブダッシュして中足ドライブダッシュで無理やり触るしかないマジで。そうね、でバーンアウトさせるところからかな、ホンダ側は打つんだよね。うわー終わったで最大コンボ。うわそこの確定取りたいね、そこの確定取りたいね。いやダメ誘われてる。うわ安全飛びから、安全飛び込み SA 完封だ。最終章決着をつけるか。いやある、時間は半分ある、3ゲージもある。おいしい、もう一回いけ。これは蹴んない、インパクト、どうだ。うわあいいよ、まだ死なない。さあどうだこれ、さあまだ。いやもうガン待ちでいい、ガン待ちでいい、ガン待ちでいい。いや怖すぎ、ダメー、いっちゃダメそれ、もったいない、惜しい、マジでよかったな。シャカー、いや最後勝負強かったっすね、焦っちゃったな、惜しい。また1ステージと、まあ焦る気持ちもわかるな。素晴らしい勝利でした。
ササティック、ジェイミー対ドンピシャがいる、盛り上がっていきましょう。まあ、これはジェイミー側は球をとりあえずガードパリーしていきたいね。おいしい、ここの入れ替えおいしい、おいしくない、飲もう、飲まない、うわ強気ですね、ドンピシャも強気にいく、今のオーディー様は素晴らしい、もったいなかったな、あの画面入れ替え、ドンピシャのライル、うまーい、ヒット確認うめー、おいしい、これめっちゃおいしい、全然いい、サマス打たれてもいい、これバーッと来てもいいもんね、うまい、うまい、よいしょー、はい、はいはいはい、ごくごく、はい、グラガリです、これマジでジェイミーは恥ガチです、全然いい、全然いい、おいしい、あいあいあい、ごくごく、2本飲みたい、一旦2本飲みたい、マジで、うますぎ、それはうまいわ、それはうまいわ、ギリギリじゃなかった今のヒット、マジの先端だったぞ、おいしい、これはめ殺したー、マジかよ、マジか、いや対空出したい、対空だなー、ブラマケリードオプシャーチームを救った、非常に強いキャラクターなんですけれども、ササさんがそうしてしまうと、やはり赤ん坊になってもっと JP もうやばすぎ、それで JP 使ってんのやばいだろ俺、いやでもこれまあ、ま、どっちもこれは五分じゃないか多分、まずはドグラからスタート来た、ここでしのげるかですね、ドグラ選手、うわキャミーのこれマジ分かりづれんだよな、いやでも DJ がきつそうだねだいぶ、はいはいはい、ダンダンダン、マイステマイステ、インパクトマジで返しづらそう、おいしい、はいはいはい、マイステ、いやでもここは DJ ゾーンです、ここはさすがに、うわいい飛びをやばい、いやマジそれ投げる、ま返せない、かくってる、これ終わったんじゃね、ヘル、つえーキャミー、さあ河川がおぎゃってるぞ、やっぱあれだな、 DJ は空中ストライク無理そうだね、まあもう正直キャミーの空中ストライクどうしようもできないからな、しかもね、このね、このリーチのクソ長い牽制技があるのがね、だいぶたわけなんだよね、ゲージ使うと有利です、ストライクは、おいしい、はい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 、ドライブダッシュ、はい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 、大きい攻めきます、なるほど、完全飛びから崩していきます、まだ打つ、ただバーンとしたのでこっからの攻めはあまり強いことができない、うわマジ、さあ乗ってるか、このドグラ選手の精度ピカイチですね、マジやば、牽制技にあれだね、エアストライクがだいぶ当たってるね、このストライクの打ち方絶妙です、えら今のジャックで、あるぞドグラ、これありますね、ザーッとさらに、あー前投げ有利、ドライブゲージを削れるか、うまいですね、うわそうね、この牽制技が全部エアストライクに引っかかっちゃってるのがちょっときついな、最初のリードは使う、まあ、ゲージ回復と火力も申し分なし、おいしい、はい、だんだんだん、もう一回いって大き攻め、うわこれ全然あるな、さすがにね、さすがにね、いい加減にしろと、最後はグレイティック、すげえ、おいやりけん、もしかしたらだけど格ゲーって面白くないか、え、クソおもろいよ、ちなみに見るゲームとしてマジでおもろいね格ゲーは、しかもゲーム理解すればするほど見るのもっと楽しくなってくるよ、いやこれを機にいろんな配信者さん始めてください、1週間で強くなれます、僕の元に来てください、そうでもレディーファイトで全力だからこのゲーム、しかも今作からゲージが上の OD ゲージがマックスの状態で始まって、
なくなっていくシステムだから、これもねおもろいんだよね。前まではね、最初はね EX 技打てないんだよ。そう、それもおもろいね今回。そう、一個前のストリートファイターはもう始まってから自分でうまっ、自分で貯めないといけなかったからね。やばい、ドグニーが勝ちに来てる、マジで返せる。やばい、ドグニーが勝ちに来てる、あのサバスは勝ちに来てるぞ。うわ、今の対空出そうだったけどな。うわー、はい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 、まあいい、うわー止めてる、えら、うわーでかい、残したいね、残したいね、ゲージ。うわー、これ SA、 うわー SA 残したのエラー、ゴブ、ゴブです、ゴブです。うわ、すかし投げ、うわー、これ使う、さすがに使う、これゲージ回復するでしょ。うわー、食らいたくないの、食らった。うわー、そこグラップできんの、惜しい。これ奥攻め決まれば全然いい。有利、はい、うまだ残る、いや、いや、ゲージがあるなら全然いける。全部見てる、全部見てる。まあ一旦ね、一旦ね、一旦使って、これ置き攻めあるから大丈夫、 DJ は置き攻めあるから。で、相手ゲージも OD もないから物販もできないから置き攻めが確定。はい、うわ、えらっ、うわあ、いった、集まってき勝利、素晴らしい、素晴らしい、本当にドグラが勝利を、すごい。そうなんだよ、みんな、このゲーム SA ゲージがない時の OD が一番やばい、確定してしまう。もう今のもドライブインパクト絶対返せないから。そうなんだよ、 SA ゲージがないからもう置き攻めも全部通っちゃうし、ああなっちゃうんで、もうガードするしかなくなっちゃうから。いや、あります、これ、一番ある、一番ある。多分 JMI の方がまだやれるよ、 JDJ 戦は。どうなることやら。さあ見ていこう、対象挑戦戦です。まあさすがにサスジェミ、チームを救うのか、ササティックチェミ、相手はトップロー、おっと、あれあれ、ササティック、この状況になれば、うわー、これ痛いね。早い判断、入れ替え、さらに出して、でも結局するわ、え、うまい、はいはい、あれ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 、うわ、それガードされてたら終わってたぞ。見られてるね、ドライブダッシュ。え、美味しすぎる。なんで3本でしょ、コマ投げ。これでマッチポイントはササティック。マッチポイント、え、やばい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 、サティック選手のペースになってます。うわー、さすがにこれ痛いね。いい判断でしたけどね、今の。これ運ぶね、しかも、はい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 、これ運びます。大きい攻めもありますと。いや、これかなり緊張がありますね。危ない、さあ投げてダメージは取っている、ゲージもあるので、ぶっぱくる、ぶっぱ、ぶっぱガードしろ、使わない、ここは。うやばい、あ、やばい、これ行く、あ、行った、死んだ、終わった、死んだ、やばい、勝った、やばい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 、これもオーディ、いや、終わり終わり終わり、ここでまさかの3点目、3点が決まりましたね。さあ、行け、ササティックだ。嘘だろ、マジ、ササさん、マジ、魂のキャラ、ジェイミーと共に、マジすげえ、はい、この大きな一勝をチームに届けた。いや、でもジェイミーは、ああなるね、ジェイミーの勝ちパターンやったな、マジで、マジでジェイミーの勝ちパターンには入ってた。以前は関
関裕太にそしてサザテックに敗れたマジでごめん、マジでごめん言ってますこれ。やばい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 、いやキャミーガイル、いやキャミーガイル、いやさすがにもうこうなった数の子は多分止まんねえぞさすがに。さあ皆さん、これが最後のゲームだ。ぐっちゃぐちゃになっちゃった。3位決定戦、カットコブ VS トプサー、勝利はどちらの手に渡るのか。なんかちょいちょい止まるけど、これ多分本配信だよね多分止まってんの。だみんな止まってるよねこれ。うわ最高になっている。読者もこの一つ前に行く。そして垂直です、ストライク。え俺だけ。そうですね、垂直で今誘いましたね。やはりこの中間距離での技の出し合いが今回ポイントになるんですけども、ただ勝つのかがいきなりを一瞬止めていい。多分一瞬止めたら止まんなくなる。プロリーガー早すぎると止まっちゃうことあるんだよ、ね、YouTube。 両チームの負傷が素晴らしい形を作る。いや強いぞ。ドライブゲージが打ってくんのそれ。さあここでバウンドしてしまうと非常にピンチになりますドライブ選手。サーバート、はい、いやこの、いやこの歌手が強すぎる。これ減ります、マジ減る。これこれでマッチポイントは勝つぞ。やはりオーディスパイクの当て感がいいですね、はい、劣勢でしたが朝がつないだ劇的な勝利を。うわぁ決めるか、投げていく。サードップ、サード記者タルフ一気に省いか、追い詰めた。グタク、カブの打撃タク、うわぁもうダメだ、完璧だ。隙がねえわ、隙がねえわ。ゲージを溜めていきましたね。ロックオン、素晴らしい。しかもリーサルなんだよね。マジかよ、マジかよこれ。いや最後のコンボ判断見事でしたね。笹の勝利を。笹さんすげえ。ドグリ。ただしかしこのドグラだけ B も素晴らしい試合でした。やっぱドグラだけ B だったか本当に。会場からは笹ティックコールだ。かっけえ笹さん。いや。見事でしたね。かっけえ。いやこれはすごい。あ嬉しそう。かわいい。笹さんかわいい。すごい。すごい。ドグラさん。もうね本当に時間がないんで大将だけって言われてるんですけど、この人に聞かないわけにいかないでしょ。笹ティック選手。いやマジ気持ちいいだろうな。ありがとうございます。ありがとうございます。あの最後の一戦どんな思いでステージ向かったんですか。ジェイミーは、そうっすね、そう、お酒飲まないと強くない、まあ、本当に、終わってるぐらい、はい、性能が終わってんだよね。でも酒飲んだらマジ強いキャラになるんだよ、まあ、僕が勝たないといけない状況にはなったんですけど、まあ、その以前のカズノコさんの試合っていうのがすごい、いろいろこうプレイから教えてもらって参考になることが多かったのと、最後あのラッシュが通りやすいとかっていうアドバイスを数の子さんからいただいてたので、さすがやなっていうのは思います。なので本当に僕だけじゃなくてチームのおかげっていうところもあると思うので、素晴らしいコメント。見事な大逆転劇でした。ありがとうございました。あ休憩か、4分ある。何食おう。俺今何て言った。俺今何て言った。俺は今何て言った。意識してないよ今。え怖っ。え俺今何もなかったんだけど、俺も意識してなかったんだけど。食うかじゃあ、食うしかねえなじゃあ。